見てた？油断しちゃった。ダメですね。油断は禁物。ん？油断は禁物？通知来た。あ、よかった。通知を送りました。30分ぐらい配信しようかなって思ってますよ。面白かった。楽しかったね。なんか、電波大丈夫でしたか？皆さん。なんか会場のやつたまに聞こえんときあった。やっせん983さんありがとう。くまちゃん、そう、あ、うさぎさんありがとう。嬉しい。私の描いた絵はこちらです。どまさん、くまちゃんありがとう。緑のファンの方描くの難しすぎてさ。ねえ、ここってさ、何色で塗ればいいと？お腹、あの鉢のお腹難しすぎて。白なんですけど、オレンジとかで塗ればいいかな。難しかった。絵日記さ、あの人描くのめっちゃ苦手なので。でも木野さんめっちゃ描い、めっちゃね、これ描き直したんですよ。なんか最初絵だけバンって描いちゃって、このサイズに、このサイズ感に絵だけバンって描きよって、でしたらなんか絵日記風って言われて、で、あの描き直してくださいとは言われんやったけど、描き直そうって思って、展示する、なんだったっけ、そう、描き直そうって思って。わさっぴさん、イースターありがとう。やっせん983さん、君は希望の光ありがとう。しの太郎ハートありがとう。そう、あの磁石って言われたんですけど、蜂の体です。蜂の体、何色で塗ればいいんやろ。このお腹って、このお腹って何色が正解分かんなくて塗りませんでした。確かに磁石に見える。まあでもエイト君はめっちゃうまく描けましたよ。人間がダメですけど、でも桜チェックの衣装を描いた、うん、難しかった。めっちゃ絵はその苦手なので、絵弱いからさ。そう、昨日の夜、うん、めっちゃ描いた。確かに赤と青にしたら磁石になるね。いや、黒と黄色なんで蜂の体です。ピース。あくびしちゃった。あくびをめっちゃこらえて、めっちゃ涙目にたびたびなってました。なんか夕方になるとさ、そう、夕方になるとめっちゃあくび出るんですよね。みんなエイトの誕生日会から見に来てくれるかな。え、うまかった。嬉しい。めっちゃ何にしようと思って、めっちゃ思い出あるから、そう、何にしようかなって思ったんやけど、サインボール投げた時の思い出にしました。そう、サインボールとサイン色紙。次みんなに会えるのは6日ですね。え、6日ってさ、もう3日後ぐらいやない？ 4、5、6、 3日後ぐらいに会えるよね。会えるね、みんなに。3日後会えますよ。そうだよね。ちょっと待って、うん、
そうですね。えいえい。今度の逆上がり、さあちゃんの名前あるかなと思ってなかった。ごめん。今度の逆上がりっていつやっけ？9日とかか。9日か。9日とかレッスン入ってるんやないかな。うん。結構ずっとレッスンあるんですよね。6終わって。うん。9か9ね。そう、コンサートのさレッスンがねもう入ってくるのでね。ドマさん、ありがとう。だー、確かに逆上がり出たいよ。新入社員ぽた、新入社員っぽい子たちが歩いてて嬉しいなって思うおじさんでした。かわいい。そんな時期か。確かにそんな季節ですね。春だよ。だってさ、もう入学式とかのシーズンやない？早くサラノンコールしたら嬉しい。サラノンコールコンサートと周年でやって全力で聴きます。うん。さやちゃん出なさすぎて美味しそうに全部言いそう。嫌です。ちゃんと待ってて。初心者マークの車に、うん、真新しいスーツ着てる社会、新社会人のちょって春感じた。うわー、そっか、免許取って就職してみたいなね。いいね。サーノンって坂上がりできるの？鉄棒の、鉄棒の？できるよ。サーノン鉄棒の坂上がりぐらいできますよ。できるできる。坂上がり、鉄棒？鉄棒か。鉄棒めっちゃ好きでした。小学生の頃地獄周りとかめっちゃ好きでした。ちょっと今はできんけど、なんか膝の上に手を置いて鉄棒の上にえいって座ってせーのくるんって落ちる瞬間に手をも鉄棒を持つんよ。めっちゃ今考えたらめっちゃ怖いこと、もう本当に危ないことやってましたね。うん。そう、やってたやってた、めっちゃ好きやった。ジャングルジムから飛び降りるの好きだったりとか、どの高さから飛べるか友達と競ったり、めっちゃ好きでした。うん、危ないことがめっちゃ好きでしたね。遊び、おれんやった。でもね、足がジーンってくる。飛んだら。そう。めっちゃジーンってきて、それが嫌やった。意外でした。できます。あ、でも今はわからん。今はわからんよ。できてました。めっちゃ。あれ、なしで。補助なしで。なんかさ、鉄棒にも、あるやん。鉄棒にもさ、補助輪、自転車でいう補助輪みたいな感じでこうタタタタタって助走つけれるやつあるやん。え、なしでできてましたよ。え、そう、めっちゃアウトドアな子でしたね。
ブランコとかもめっちゃ好きだし。あ、そう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 、タタタタタタタンクルンみたいなね、あれいいよね。でもあれめっちゃいい、確かにやりやすい。ブランコから落ちてそっからトラウマ。あ、ブランコから落ちたことあるあるある。ブランコから落ちたこと全然ある。ブランコから落ちて、ブランコ落ちたらさ、ブランコこういくやん、それがバーンってまた当たってめっちゃ痛い思いしたとかあるけど、ブランコってさ、ブランコってちっちゃい子のアイドルですよね。本当に楽しいんですよ。怖い思いしてもめっちゃ乗ってました。変わってとか言ってそう、え、そうね、バンジーとかドキドキ系、うん、バンジーとか飛んだことないけど飛んでみたいって思っちゃうね。好奇心旺盛なんで、うん、やだよ買わないって喧嘩になるやつ、うん、そう、めっちゃ好きで、ブランコとかジャングルジムとか、うん、そうね、結構好きやった。でも登り棒だけは登れんくって、一本じゃ、二本やったら登れるけど一本やったら登れんやった、うん、めっちゃ羨ましかった。だから登り棒が得意な子、なんかさ、男の子とかさ、お猿さんのようにこうやって登っていくやん。それでキンク2つやったら、なんか2つで足使ってなんかこうやってやったらいけるんやけど、危険な遊びはダメとお母さんに教えられてるので私はそんなことしませんでした。えらい子、えらい子ですね。私はもう小4とかの昼休みとかは、そう、ジャングルジムの今日はこっから飛び降りようみたいな、ここから飛べるようになろうみたいな、友達と3人組ぐらいでやって、そう、あのずっと怖くて飛べん時とかってもう何十分も、いけるかな、これ足ジーンってなるかなとか言って、そうやってました。飛ぶのめっちゃ好きやった、うん、そう、なんか低いとこから始めて、そう、最終的にはこの一番上から飛べるようになりたいねって、飛べるようになりたいねって、ちょっと今思うとめっちゃおかしなことしてるなって、危ないなって。そう、ジャングルジム今日は何段目から飛べるようになろうとか、そうそう、うん、やってました。そう、めっちゃやってたな、うん、なんやろうね、何に憧れたんやろうね、あれは。そう、友達とハマってました。結構ね、なんかね、小4ぐらいの時流行ってたんですよ、その遊びが、飛ぶ遊び、うん、何回くらい骨折ったことある？0回。0回ないよ、ないです、こんな遊びしても折ったこと、うん、これで折っちゃったらもうトラウマで一生できない、うん、飛び箱ね、飛び箱はでも苦手でしたよ、あんまり得意ではなかった。その遊び禁止になんなかったの、うん、ちゃんと先生の目を見てやってましたから。先生が通るときはやんなかった。めっちゃ悪い子、うん、先生が 通ったらさ、なんか危ないからやめなさいとか絶対言われるやん、やから、その先生が通り過ぎてってやるんよ。そうやから、先生が通りそう来たら、まるまるちゃん、先生、まるまる先生来たよとか言って
となしくして、先生がそうおらんくなった途端に練習するんよ。めっちゃ悪い子。そう、本気ででも足ジーンってなるよね。あれはめっちゃ嫌いでした。でもなんか飛べるようになったらめっちゃ楽しいんですよ。今思うとめっちゃ変な遊びですけど、当時はめっちゃ嬉しかった。そう、え、ほぼ毎日そんな遊びしてましたよ、4年生ぐらいの時。うん、そう。でも全然怪我したことない、友達も私も。お湯沸いたので入れてきます。そう、なんかさ、ブランコとかさ、でも男の子とかやったらさ、木登りとか好きなんやない？私は木登りは全然してませんでしたよ。木登りはなんか放送でなんか今日は昨日運動場の木に毛虫が現れてなんか刺された子がいるので木登りはしないようにしてくださいみたいな放送になったりしてましたね。そう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 、猿、本当に猿やないっていうぐらい登るの好きなね、結構おるよね。うん、クラスに1人から2人は猿おるでって。うん、高い木から落ちたことある、めっちゃ痛いやんそれ。そうね、木登りはせんけど、そう、命綱なしで崖を登る、ない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 、絶対怖いやん、そんな崖登りとか。うん、でも昼休みとかめっちゃ好きやった。うん、そうね、家族ごっこしたりとか、ネズミっていう遊びしたりとか、そう、いろいろやってました。うん、釣り竿を持って崖登り降りしてますが、え、すごっ、怖くない？でも釣り竿を持って崖登り降り、崖登り降り難しい。配信どれぐらいしてる？配信は30分しようかなって思ってますよ。うん、ナンバに新喜劇見に行ってきます。お、いいね、楽しんできて。小2でラブレターもらいました。可愛すぎ、めっちゃ可愛い。何、両思いの子？ポーニョポーニョポーニョ魚の子、青い、え、青い海からやってきた、ポーニョポーニョポーニョ膨らんだ、まんまるお腹の女の子。カズトさん、ひよこありがとう。すごいキスしてこようとする子でした。え、すごい、小2から、小2からすごいね。大好きやったんやろね、浩平さんのこと。今日の前髪いい感じ、ほんと？めっちゃ嬉しい、ありがとう。T パックが破れてルイボスが飛び出してました。あ、
サーモンも今ルイボスティー飲んでますよ。小学くらいの時に遠回りに好きって伝えてくる子って、ああかわいい、めっちゃかわいい。そういうのってバレるんやね。うん、かわいいね。30日のコンサートは、あ、4月30日、嬉しい、昼夜。あ、6日オンデマで、ありがとう。オンデマで叫んでくださいお家で叫んでください。ルイボス大好きなもんでね。夜しか行けませんが楽しみにしてます。待ってます。夜お水からルイボス2リットルになった。うん、水はお水、ルイボスはルイボスそう、でも最近2リットル多分飲めちゃうと思う。うん、なんかやっぱ東京とか行くとね、2リットル生活はきついですね。やっぱそうね、レッスンとかあると2リットル飲むのはきついかも。稽古園もよろしく頼みます。出たい出たい、めちゃ出たい。公式戦でよくある6連戦、いいね。6日から連続ってこと？ぽにょぽにょぽにょ膨らんだ生まれお腹の女の子。そう、お話し会、そう、再販始まったので皆さん、そう、4時からでしたっけね。そう、お話し会リアルでもオンラインでも待ってますので、皆さんたくさんポチポチしてください。待ってます。そう、二人きりで話せるので。お話し会の宣伝画像作り、嬉しい、ぜひ作ってください。タグ付けして、ツイッターとか載せてくれたら使わせていただきます。嬉しいんだよね。そう、お話し会ね、せっかく会える機会なので皆さんぜひ。お話し会ポチポチするかめっちゃ悩む。ポチポチしよう、迷ったらポチろ迷ったらポチろ。そう、いっぱい会えるので。まるまるくんのこと気になってる人って紙に書いて自分の名前も書いて渡してくるという手法でした。え、どういうこと？すごいね、なんかストレート、めっちゃ。5月6、7、行くよコンサートの感想話すね。嬉しい、待ってる、頑張るね、レッスン。うん、そう、最近あったことでも、そう、5月以降なのでコンサート終わってるから、そう、コンサートの感想でもいいし、そうですね、みんなの恋愛事情でもいいですし、趣味だったり、そう、みんなのお仕事のお悩みだったり、学校のお悩みだったり話してくれたら嬉しいなって思うので、皆さん何でもぶつけに来てください。 SOSO さんかな、ピカピカ、ありがとう。仕事の悩みたくさんある、お、聞きますよ私が。
先日前髪についてお伝えしましたが、髪型は首の付け根に近いツインテールが似合います。ツインテール？こういうこと？ツインテール？こういうこと？こういうこと？似合う？うん、7時のお知らせありがとう。30分って何分で30分になる？もう高めのツインテールはね、そういうこと多分ないよ。そう、なんか8の日でピューロランドで、ピューロランドやから可愛くかと思って高めのツインテールしたっちゃけど、ちょっと自分では気に入らなくて。そう、あと4分じゃあ、あと2分経ったら教えて。話すことを考えても順番来たら緊張で震えるんだろうな。お話がリアル？そんなことないよ、だって緊張しちょらんやろいつも。うん、ねえねえねえ、さ、何やったっけ、ハーフ、ハーフツインってこれ？これやったことないけど、やってるメンバーいっぱいおるよね。似合うのかな。2分前、ここネジネジとか、ランキング読みますね、皆さん。ランキング読みます。13位は黒猫さん、ありがとうございます。12位はピンクのクマさん、ありがとうございます。11位はエレメンツさん、ありがとうございます。11位は、あれ、待って待って、どこから読んだ。黒猫さん、ピンクのクマさん、エレメンツさん読みましたよね。10位はゆきひろさん、ありがとうございます。9位はギャルソットマグ7レンジャーさん、ありがとうございます。8位はピンクカメオさん、ありがとうございます。7位はカラスのカーコアットマークルンバニアさん、ありがとうございます。6位はシノタラアットマークサノイメ大好き、頭の中サロンでいっぱい嬉しい、ありがとう。5位はコウイチさん、ありがとう。4位はワーサッペさん、ありがとうございます。3位はカズトさん、ありがとうございます。2位はドマさん、ありがとうございます。そして1位はヤス1983さんでした、ありがとうございます。はい、というわけで皆さん、今日も見てくださってありがとうございました。それではまたお会いしましょう。皆さんありがとう。エイトの誕生日会もありがとうございました。じゃあ行きますよ、じゃんけん、せーの、空をじゃんけん、じゃんけん、ブン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 、みんなありがとう。それではまた後でメール送りますね。じゃあ皆さんありがとうございました。お疲れ様でした。長い時間。